このビデオではフォースクラーケントローリングモーターの取り付け方法について紹介します。この作業にはドリルや16分の5インチまたは 8mm のドリルビット、ナンバーにプラスドライバー、 4mm の六角ビットまたはレンチ、16分の9インチまたは 14mm のソケット、トルクレンチ、連続60アンペア定格のサーキットブレーカーなどが必要です。取り付けは2人で行うことを推奨しています。モーターは選手に取り付ける必要があります。可能な限りボートの中心ラインに近づけてください。切断部の上部がボートの船べりに張り出すようにマウントを取り付ける必要があります。 U 字型の部分はボートの側面に張り出す必要があります。トローリングモーターの重量と出力に対してデッキに十分な強度があることを確認してください。必要に応じてバッキングプレートを使用したりボートを補強したりします。モーターはボルトでボートのデッキに固定されているため、ワッシャーとナットを使用してマウントを下側から固定するスペースが必要です。モーターを設置位置から収納位置に移動して元の位置に戻すための空間が必要なので、設置位置に障害物がないようにする必要があります。トローリングモーターは60アンペアを連続供給できる DC24 または36ボルトのバッテリーバンクに接続する必要があります。連続60アンペア定格のサーキットブレーカーを介して電源に接続する必要があります。60アンペアブレーカーは別売りです。説明欄のリンクをご参照ください。トローリングモーターを取り付けるには6つの取り付け穴すべてを使用する必要があります。ボートの形状によって6つの取り付け穴すべてを使用できない場合は、説明欄のリンクから認定された取り付け方法のガイダンスをご参照ください。16分の5インチまたは 8mm ドリルビットを使用して取り付け穴を開けます。ボートデッキ上にモーターを置き、マウントの穴を取り付け穴に合わせます。付属のボルトは多くの船に対応してますが、付属のボルトの長さが十分でない場合はボルトワッシャー、ロックナットを取り付けるためにステンレススチールパンヘッド4分の1 20ボルトを用意する必要があります。付属のボルト、ワッシャー、ロックナットを使用して船べりまたはボートデッキの端に最も近い2つの穴にマウントを固定します。ナットを8フィートポンドのトルクで締め付けます。水底に当たらないようにモーターを装着できるように深度固定具を調整します。リリースを押してプロペラドライブモーターヘッドをスライドし、トローリングモーターを装着位置までゆっくりと回していきます。付属のボルト、ワッシャー、ロックナットを残りの穴に使用してマウントをデッキに固定します。ナットを8フィートポンドのトルクで締め付けます。90インチのフォースクラーケントローリングモーターで 4mm の六角ビットまたはレンチを使ってノーズコーンとスケグをモーターに固定します。スケグは長い方の端がプロペラ側に向くように配置します。次にプロペラを取り付けます。モーターシャフトを回転させてピンを水平にし、取り付け時に落ちにくくなるようにします。ピンをプロペラモーターシャフトに通します。プロペラの内側のチャンネルをピンに合わせ、プロペラをモーターシャフト上でスライドさせます。陽極、ワッシャー、ロックワッシャー、ナットをモーターシャフトの端に置きます。14mm ソケットを使用し、ロックナットを6フィートポンドで締め付けてプロペラを固定します。ではトローリングモーターを電源に接続しましょう。電源ケーブルをブレーカーパネルまたはブレーカーを設置する場所まで配線します。必要に応じて延長する長さに基づく適切なワイヤーゲージを使用します。電源ケーブルがバルクヘッドに入る位置に定格60アンペア以上のトローリングモータープラグと電源コンセントをオプションで取り付けます。これは説明欄のリンクからウェブサイトで購入することができます。連続定格60アンペアのサーキットブレーカーに電源ケーブルを接続します。
サーキットブレーカーは別売りです。トローリングモーターの電源ケーブルを接続する前にサーキットブレーカーをオフの位置に入れておく必要があります。必要に応じてサーキットブレーカーを 60A DC24 または36V 電源に接続します。振動子ケーブルを設置したチャートプロッターに配線します。必要に応じて付属の延長ケーブルまたはより長い延長ケーブルを接続します。振動子ケーブルの端にオーリングとロックカラーを取り付けます。次に振動子ケーブルをチャートプロッターの裏側にある振動子ポートに接続し、12ピンの振動子ポートのロックカラーを固定します。以上です。ご視聴ありがとうございました。詳細はガーミンマリンサポートをご参照ください。